単純な電源と負荷の回路図入力インピーダンスとは、ある電気回路や電子機器の入力側から見たインピーダンスである。負荷インピーダンス、外部インピーダンスとも、オーディオのラインでは一般に、ローダーし配受けといわれる、インピーダンス整合をしない接続が行われる。多種多様な機器をあれこれ繋ぎ替える場合はその方が、勘弁であるためである。このため、例えばアンプの入力インピーダンスは、 数キロオーム、数十キロオームと、ラインの標準である600オームに比べ高めにするのが、一般的である。真空管アンプや、現代のアンプでもヘッドを工夫して使えば100キロオームから 1M オメガといった非常に高い、入力インピーダンスも可能だが、ノイズに弱くなるので、ほどほどとする。ビデオなどのシステムの入力インピーダンス、電装線路のインピーダンス、 出力インピーダンスは等しくなるよう設計される。これを無反射インピーダンス整合あるいは整合接続などと呼ぶ。この場合、受信側で信号の反射が起きないようインピーダンスを整合させなければならない。ビデオ回路での反射はゴーストとなって現れ、元の画像の若干遅延した弱い信号が重なって表示される。電力を搬送する電気回路では、 インピーダンス整合が以下のような理由で重要となる。抵抗値成分のみを考えた場合、これら2つのインピーダンス整合は等価である。ありがとうございます。